皆さんこんにちは。西本京子のうつほ物語講座124回目です。今日は祭りの使いの18回目、三春の高本が宮内の君という女房に当て宮への求婚について相談している場面を読んでいきます。なお、扉に使いました、写真は、いつもの通り風俗博物館のお人形の写真です。平安初期の若夏美の様子を再現したお人形ということになります。1月7日の神日の節に若夏美をして七草を食べて健康や長寿をお祈りしたわけですね。現代の暦で言いますと、だいたい1月の終わりぐらいにあたる行事ということになります。この女性たちはうねめの女性たちで、このように春の七草を摘んで持っているということになります。はい、いつものように資料は説明欄からダウンロードできますので、どうぞご利用ください。またこの講座で使用している本文は小学館新編日本古典文学全集のうつほ物語に依拠しております。ではいつものようにまず音読をしたいと思います。知事の音殿の御もとより宮内の君のもとに高本日頃へ申したまえでなん。そなたにも詣きまほしけれど公どころの一目騒がしきによりてなん。人知れず語らい申すべきことなんある。あからさまに渡りたまえ車立てまつるとのたまえり宮内まかでたり。おとどあいていかに殿は何とかせしめたもう。宮内ただいまは異なることもはべらず人非難御払え。やがて夏の御神楽せさせたもうめりし。おとど、いずこにてかせられし。苦行たちはたれたれかものせられし。宮内、西河原の右大臣殿にてなん。人は殿におわします限り。さては、兵部教の宮、右大将のおとど、現宰相、天上人は例のごとなん。おとど、大いなる未敬名にこそはありけれ。さ、しらましかば、いささかすこを構えて猛できなましものを。すべて殿は、かかる隙者ども語らいつどえたまいて、もの尽くしたもうこそ。そしりもとり、もののついえとあらん。たまわりたもうつかさは、ぬすびとのみつどいて、人の絹をはぎとり、いい酒を探しはむえふずかさ。取りたもうみむこはみなすきもの。あるはしれ、あるはえふかけてきしろう大臣苦行と、これはみなあてびと。すきものどもいささかに構えわたろう心もなし。ただ、ものの根を上手に引き、わかもいささかに人のそしりはとらじ。かなかき、わかよみ、形よき女おば、雲の上、地の下を求めても消そうし、笑う人おば耳にも聞き入れず、人の田畑を作り飽きなわば、労して蓄え、渡らいごとをすれば、口を開きておる人おば、婿には取り通うべきものか。娘に男合わせる心は、やもめなる人の貧しく頼りなくて、親の患いとあるにより、するにはあらずや。殿のせしめたもうごとくにては、婿取りのほいなし。宮内、打ち笑いて、見る目やさあらん。御方々は豊かに生きおいて、七の宝をやらん方なくこそおわしますめれ。はい、では続いて、意味を、取りながら語句を確認していきます。知事の音どの御もとよりと、この知事の音どというのは三春の高本のことなんですね。
でこの三春の高本については注釈の括弧1ということで、後で確認したいと思います。この三春の高本のところから宮内の君のもとにお手紙があったんですね。この宮内の君というのは当て宮好きの女房の一人です。そして三春の高本は藤原の君の段階で、すでに一度、この宮内の君とやり取りをして当て宮との求婚の、打ち合わせのような、求婚について相談するという、そういった場面が描かれていたんですね。で、高本の手紙の内容はと言いますと、日頃へ申したまえでなんということで、この頃はご無沙汰しておりました。そなたにももうできまほしけれど、公どころの人目騒がしきによりてなんということで、そちらに、自分の方から、出向きたくも思うのですけれども、でも公どころ、これは語句のところにありますように、本来朝廷や宮中を指すんですが、あるいは、朝廷の所有する土地や、官有地などのことも言います。でそうした、あなたがいらっしゃるところが公どころなどで人がたくさん、いて、人目が多くて煩わしいので、なので、自分から、出向くのは、ちょっと遠慮しておりますというような意味になりますね。これ宮内の君は当て宮好きの女房ですので、住んでいるのはというか勤めているのは三条大宮邸ということになりますね。そしてこの三条大宮邸は、嵯峨野院の第一皇女女一の宮である、当て宮のお母さんつまり大宮の、所有なんですね。ですから公どころという言い方をしているのであろうと思われます。で自分からはちょっと行きにくいので人知れず計らい申すべきことなんあると、人に知られることなく内々にちょっとあなたとご相談したいことがあるのですと、だから宮内の君のもとに三春の高本が来ていたぞなんていうふうに噂になるのは嫌だから行かないわけですね。内々に計らい事をしたいわけです。なのであからさまに渡りたまえということで、あからさまはほんのちょっとの間ということで、ほんのしばらくの間、私の、屋敷においでくださいというふうに、依頼するわけですね。高本は今は四条渡りという、三条大宮邸から、ほど近いところに住んでいるわけですね。で、牛車を自分からそちらに派遣するのでそれに乗って私のところまでお越しくださいというように宮内の君に依頼しているわけです。それで宮内まかでたりということで宮内の君は牛車に乗って三条大宮邸を退出して高本のところまでやってきました。それでおとどあいたまいて高本は宮内の君に対面していかに殿は何とかせしめたもうということで、どうですか殿、これは、宮内の君の主人である、正頼ということになりますね。左大将殿は、いかがお過ごしですかというふうに聞いたわけですね。それで宮内の君はただいまは異なることもはべらずと、今は、特に取り立ててどうといったこともございませんと、ひと避難、つまり先日御払え、やがて夏の御神楽せさせたもうめりしと言っています。先日、名護市の払えと、それから、引き続き夏の御神楽ですね、夏神楽、これをおさせになったようでございますというふうに言いました。で、この、せさせたもうめりしというのはそういった様子だという推察を表しますのでね、これは、宮内の君は、直接言っていないという、可能性がありそうですね。
そうなりますと、例えば出かけていくのを見送ったとか、そういったことになるのかもしれません。そういった場合には、この宮内の君というのはアテミア好きの女房であっても、アテミアの名越しの払いに随行するほど、禁じしている、そういった女房ではないというようなことになってきます。もちろん、アテミアにいろいろお手紙などを渡してもらうには、アテミアに近い女房であればあるほど、有利なわけですので、こういった、遠巻きの女房しかつてとして、頼み、頼ることができないというのは、高本の、やや不利な立場というようなことを示してもいることになるわけです。で、このような近況を聞きまして、高本は、いずこにてかせられし、苦行たちはたれたれかものせられし、というように聞きます。どこでなさったのですか？苦行たち、つまり三位以上の身分の高い上級貴族たちは、どなたがいらっしゃいましたか、というように重ねて尋ねます。それで宮内の君は、西河原の右大臣殿にてなんということで、西の河原、つまり西側の河原、つまりは桂川の河原ということで、桂川の、ほとりにある右大臣殿のお屋敷で名越しの払いをなさいましたというように言っているわけですね。で、高本は知事のおとどということで、この人実は今はもう自ら辞職してしまっているけれども、もともとは右大臣なんですね。ですから、もしも自分から退任していなければ、苦行として政頼のこの払いに参加していたということも十分あり得る、そういった身分なわけですね。そして苦行たちについても上流貴族との交流というのもあったわけですので、親しくかつてはしていた、親しくしているといっても仕事の上で親しくしていただけだろうと思われるんですが、そういった人たちも面識のある人たちなので余計興味がありますし、またアテミヤには身分の高い男性たちから降るような縁談があるということも分かっていますので、どんな人たちがこの払いに随行してアテミア求婚を巡ってライバルになるのかということも偵察していることになるわけですね。それで行ったのは桂川ほとりにある桂殿であるというふうに聞いているわけですけれども、ただこの西河原の右大臣殿という言い方がちょっと引っかかるというか不審ですね。この語句のところにありますように、この桂殿というのは右大臣兼政が自らいろいろと手配して趣向を凝らしたお屋敷で年影の娘、つまり中忠の母親を伴って農業を楽しんでいるというか、別荘暮らしを楽しんでいる、そういったお屋敷だというふうに、先の部分では書かれていたわけですね。ですので、この右大臣殿というように書かれていると、兼政は、まだ右大将です。そして右大臣なのは、兼政のお兄さんの忠政の方なんですね。ですから、今までは、兼政邸であるかのように書かれてきたけれども、本当はお兄さんのお屋敷なの？というふうにも思える言い方なわけです。あるいは、本来はお兄さんの持ち物なんだけれども、もう兼政が自分のものとして使っているというようなことになるのかもしれませんが、以下の部分でも、なんだか兼政と忠政の立場をちょっと混同しているような書きぶりというのが目立ちますので、あるいは何か写本を写す段階で書き写しなどがあったか、そういった部分なのかもしれないと思われます。で、続きを読みますが、人は殿におわします限りというので、この御払いに
随行したというか一緒に行ったのは、この三条大宮邸にいらっしゃる人はすべてということで、婿君、姫君たちや、正頼の子供たち、それから、姫君たちの婿君、そういった方々が、みんなおいでになったわけですね。でそれ以外には兵部京の宮や、右大将のおとど、つまり兼政、それから玄宰相、これは、源実忠ですね、そういった人が、一緒に行きましたと。それから天上人、これは十五位下以上の、貴族で、宮中の清涼殿に上がることを許されている人たちですね。そういった人たちもいつものように、随行なさいましたと。そのように、情報を、与えたわけですね。で、まず、今回は注釈の方を先に、見ていきたいと思います。まず三春の高本についてですね、16人いる当て宮求婚者の中で三鬼人、つまり3人の変人と言われる人がいます。具体的に言うと神付け宮という人と、今出てきている三春の高本、それから重野の増毛という人なんですね。この3人の人はそれぞれ次のような形で登場しています。クリーム色の部分がこの登場部分の本文ということになりますね。まず神付け宮ですが、神付け宮とて古巫女おわしましけり、その巫女は物ひがみたまえる巫女にておわしけるということで、神付け宮という方で古巫女、つまりは老人のお年寄りなんですね、これがいらっしゃいましたと。そして物ひがみたまえる巫女でしたということで、ひねくれ者の巫女でいらっしゃいましたということです。それから次は三春の高本なんですけれども、卑しき人の腹に生まれたまえる帝の巫女、三春という賞を賜りて若き時より国を治め、位勝り年の高くなるまで妻も儲けず使い人も使わぬ人ありっけりというような登場の仕方をしています。おとりばら、身分の卑しい女性の、女性を母として生まれたけれども帝の子供なわけなんですね、巫女なわけです。だけれども身分が、お母さんの身分が低いので親戚降下して三春という姓をいただいて、そして若い時からもう国を、諸国を歴任してめきめきと実績を上げていったわけですね。そしてどんどん出世をしていきました。で一方で年の高くなるまで、つまり相当、年齢が、かさむまでですね、年老いるまで妻も儲けず使い人も使わぬということで、妻も迎えず、また、使用人も、ほとんど使わないような、そういった人でありましたということで、出世していくのに奥さんも持たなければ使用人も使わない、なぜかというととってもケチだからということになるんですけれども、そういった人が三春の高本なんですね。神付け宮も三春の高本も天皇の子供です。そして、古巫女だったり年の高くなるまでということで、年を取っているという、そういった共通点があります。そして最後に太宰の先の措置、重野の増毛という宰相、年60ばかりにて子供ある目道に失いて上り来たりという、そういった登場の仕方をしていますね。太宰の第二だけれども、前の太宰の第二で、もう任期が終わって、帰郷してきているわけですね。で重野の増毛という最小なわけです。ですからそこそこの身分です。三儀なわけですね。で年齢は60歳ぐらいということで、この人も年寄りなんですね。で子供まで儲けた妻がいたんだけれども、上京する
旅の途中でこの妻が亡くなってしまったまま京に帰ってきたから今は独身ということになるわけですね。こんな感じで、重野の正毛は巫女ではないんですけれども、年寄りだという点では共通しているわけです。もうこういった年寄りが、アテミアに求婚するというだけでも、ちょっと一般的ではないわけなんですけれども、それだけではなくて、それぞれに性格がちょっと変わっているので、三奇人というように言われているわけですね。はい。で、高本についてです。高本はおとり原の巫女で、親戚降下して諸国の受領を歴任し、実績を上げて右大臣にまで上っています。で、この人は租税を着実に徴収して朝廷に納めるという、公にとっては大変ありがたい管理なんですね。そしてまた武士の反乱も見事に鎮圧するなど非常に有能な人物です。で、蓄財も十分にしているわけですね。だけれども桁外れの吝嗇家だったために世間からは嘲笑されていました。もう、出費を惜しむあまり、もう牛車も、ボロボロな、破れた御簾を垂らしたような、牛車で、よぼよぼの、痩せ衰えた牛につないでいたりするんですね。で、牛飼いの代わりに、わらわを、連れたりしているわけです。自分もみすぼらしい服装をして、お屋敷ももともとは七条というかなり偏僻な場所に構えていました。で、その七条のお屋敷の中で自ら建物のすぐ際まで畑を作るなどというような生活をしていたので世間の庶民からも笑い者にされていたんですね。でも老年に至って莫大な富を築き上げ右大臣にもなったのでようやく妻を迎えました。でもこの妻もなるべくお金がかからない女がいいということで裕福な一面つまり一で自ら稼いでいる女性を妻にしたんですね。そして男の子を一人設けました。で、しばらくは妻がよくやっていたんですけれども高本が自分の命よりも物が惜しいというような生活ぶりをしていましたのであまりの物惜しみぶりに辟易というかもう恐れをなしたような感じでこんな人と一緒にいたら子供のためにも良くないというように考えたらしくて逃亡してしまったわけですね。奥さんに巫女なのに、右大臣なのに、奥さんに、庶民の奥さんに逃げられてしまったという、そういったかなり強烈な体験を、高本はしたということになります。こういった経緯が、私のこの、うつほ物語講座の動画の、39回から、47回にかけて、扱ってあります。で高本は妻に逃げられたことを機に右大臣を辞めて以降は知事のおとどと呼ばれるようになるわけです。知事というのは、退職したという意味合いになりますね。そしてその後アテミアを求婚しようとアテミアの噂を聞いてアテミアをぜひ妻に迎えたいというように考えた途端に一転してそれまでの倹約をやめてしまいます。市場に大きな立派な屋敷を買い求めて使える女房たちにも立派な服装を着せて自分も見事な装束に身を包んで金の器で食事をとるというようなつまりはアテミアを迎えるにふさわしい生活を準備して現時点に至っているということになります。はい。で、本文の続きを見ていきましょう。
で、このような感じで、名越の祓いなどがありましたよというふうに宮内の君に聞いて、高本はこのように言います。おとど、大いなる未敬名にこそはありけれ。この未敬名というのは接待や供のことを指しています。ですから大層なご供でいらっしゃったんですねと。さ、しらましかば、いささかすこを構えて、もうできなましものをということで、ましかばましということで、半日かそうですね。もし、私がそれを事前に知っておりましたら、いささかの趣向を準備して、出向きましたものをというように言います。で、続けて、すべて殿は、かかる、好き者ども、語らい集えたまいて、もの尽くしたもうこそ。それにしてもということで、何事につけても、左大将殿、つまり正頼殿は、このような風流人たちと、親しくなさり、彼らをお集めになって、ことあるごとに浪費をなさると、言うんですね。で、そんなことをしているからという含みを持って、そしりも取り、もののついへとあらんと。そんなことでは、世間から非難もされましょうし、また出費もかさむことでしょうと。で、賜りたもうつかさはということで、正頼がお上、つまり帝から賜っている官職、左大将という官職ですね。これは盗人のみ集いて人の絹を剥ぎ取り、いい酒を探しはむ絵不塚さであるというふうに言っています。つまり左大将という官職は盗っ人のようなものばかりが集まっています。で、どういうような人かというと、具体的には人の衣装を剥ぎ取って、それから食べ物や酒を探し出すようにして、食い散らかすような F 塚さの者たちですよというんですね。これ F というのは宮城の護衛にあたった官職の総称のことを指します。平安時代には左右の近衛府、それから左右の衛門府、それから左右の兵衛府という6つの衛府があって、6衛府と言っていました。で、左大将、左近衛府も、この6衛府の一つにあたるわけですね。で、こういった人たちは、音楽や舞が得意な人たちが、多くて、さまざまな行事にいろいろな役割で、参加するわけですね。そうなると、食べ物が、供されるような場所によく出ていくということで、いい酒を探しはむというような言い方になります。また、舞を舞ったり、音楽を奏でたりすればご褒美として、引き出物としてでしょうかね、禄をもらいますよね。で、禄としてもらうのが、衣装だったり布だったりするわけです。ですから人の絹を剥ぎ取りという言い方になるわけですね。特に見事な舞などを舞った場合には、もうこの主催者とか、身分の高い人が、自分がその時着ていた装束を脱いで、相手の肩に、かけて与えるというようなことがあったので、人の絹を剥ぎ取りというように言っているわけです。で、F 塚さはこういった盗っ人同然の者たちですよと。それからまた恩婿は、身婿はですかでしたかね、そうですね、婿たちはというと、これは皆好き者であると、好き者というのは風流な人とか、それから色好みな人などを指します。ここでは風流人たちであるというんですね。そしてあるは知れということで、あるものはもう知れ者ですと、全く、おバカさんですというような言い方ですね。そしてあるは F かけて岸郎を大臣苦行であると。で、ある人は F 塚さの役職をかけて競い合っているような大臣や苦行たちといった人たちです。で、この苦行というのは一般的には大臣も含む3位以上の人
プラス賛儀を指すんですけれども、この大臣苦行というように分けていった時の苦行というのは、大中納言とそれから賛儀及び三位以上の貴族というようなことになります。まあ、とにかくこういった人たちはみんな貴人当て人であるというんですね。身分の高い方々ですと。だけれどもこういった好き者ども風流人たちときたら、いささかに構え渡ろう心もなしと言います。で、構え渡ろうというのは、構うは工夫をしたり計画を巡らしたりすることで、渡らうは生計を立てるということです。つまりこういった人たちは工夫をして世渡りをしよう、生計を立てていこうというような気持ちなど、これっぽっちもない人たちですというように、この好き者たちを非難しているわけですね。はい、続きです。高本に言わせると、この好き者ども、つまり風流人たちというものは、全く世渡りのことなどを真剣に考えてはいないというんですね。じゃあ何に熱中しているかというと、ただ物の音を上手に引き、和歌もいささかに人のそしりは取らじというようなことに気をかけているわけです。楽器を上手に弾いて、和歌についてもちょっとでも人に批判されるようなことはしないようにというように一生懸命でいると言うんですね。そしてただ金書き和歌読みということで金を書いている、あるいは和歌を読んでいる、これは普通五句のところにありますように、政務お仕事、律令官人たちのお仕事というのは漢文で記録されたりやり取りしたりするわけですね。ですから男性貴族の基本的な教養というのは、マナ、つまり漢字であり、そして漢詩文であるということになります。これに対して好き者たちは金書きや和歌を読むことばかりしている。これは女性というのは漢文は書きませんので、仮名で書くというのは、つまり仮名で女性にお手紙をあげるということですね。そしてそのお手紙には求愛のための和歌が書いてあるので、和歌を読むことにも一生懸命だと。本来しっかりと取り組むべきである仕事とか、あるいはそれに必要な漢字や漢詩文といったことは、もう全然、身を入れないで、女性を獲得するための、音楽を上手に奏でて女性の、気を引くとか、あるいは、女性の心をつかめるような、手紙や、歌を送るとか、そういったことに、一生懸命になっているというんですね。そして形よき女をば雲の上地の下を求めても化粧しということで、美人だと聞きますと、もう、雲の上だろうが、あるいは地の下だろうが、一生懸命探して求婚すると言います。でそんな、好き人たちのありさまを笑う人をば、耳にも聞き入れずということで、人が笑っていてもそんなことは全く気にも留めないで、一生懸命、色ごとに勤しんでいるということになるわけですね。で、そう言って、色恋沙汰にほうけて熱中していて、その傍らで人の畑を作り飽きなわばということで、人が一生懸命田畑を耕して耕作して、それから商いをば作物などを商いをしたりなどして、そんな風にして労して蓄え、苦労して一生懸命労働して蓄財をすると、こんな風にして渡らうことをする、
わたらいごとというのは生活のために、仕事をするということになります。ですからそんなふうにして人が一生懸命働いて、生活のために、仕事をしているのを見て、この風流人たちというのは口を開けておるというんですね。これはポカンと口を開けて呆れたような顔をしているということになります。で、そんな人たちを婿には取り通うべきものかということで、そんな人を婿にするべきでしょうかと、正頼はそのような人ばかりを婿にしていますけれども、おかしいですよというふうに言いたいわけです。そしてそもそも娘に男を合わせる心はということで、親が娘に婿を取るのはこういう気持ちからなはずですと。でやもめなる人の貧しく頼りなくて親の患いとあるによりするにはあらずやというふうに言います。でやもめというのは今は男性のことも言いますけれども、本来は女性の夫のいない独身女性のことを言っていたんですね。ですから娘が夫がない娘が貧しくて頼る人もいなくて親の負担となってしまうと。だからこれを何とかしようということで婿を取るのが親の心なのではないですかというふうに正頼ではなくてその高本は言うわけですね。殿のせしめたもうごとくにては婿取りの本意なしと、それなのに正頼殿がなさっているように、お金を使って、ほうけて遊びほうけているだけの人たちを婿に取ったのでは、婿取りをする、甲斐がありませんというふうに言うわけですね。婿取りの本意にそんなのは元っているでしょうというふうに主張するわけです。で、この裏にはでも私はと言いますとというのがあるわけですね。高本は叩き上げでもう右大臣にまで実力で上り詰めて莫大な財産を蓄えた人ですので、ですから自分が持っているものをアピールするわけです。いやもう仕事ができてでお金も持っていて頼りがいのある男、そういう男こそが、左大将家の婿にふさわしいはずです。かっこくくり、例えば私のようなねっていうような気持ちがあるわけですね。それでこれを聞いて区内打ち笑いて、区内の君は笑って見る目やさあらんと、旗から見ればそう見えるのでしょうかと。でも御方々、婿の方々は豊かに生きおいて、大層裕福で、また生きおうというのは時流に乗っているということですから、官職の面でも、朝廷で、時を得て、ときめいているわけですね。でこういう方々で、財産もたくさんあるから、七の宝をやらん方なくことおわしますめれと。いうことで、七の宝、七の宝というのは仏教でいう七つの宝、七宝のことを言うわけですけれども、金や銀や瑠璃、針、メロ、メノなどを言うわけですね。そういった、宝物が、もう、使いようも、ないほど、たくさんお持ちな、ご様子ですよというふうに言って、高本の、言葉をきちんと受け取りつつも、でも婿君たちも大した方々でございますよというふうにやんわり言っているわけですね。はい、では注釈の2として、高本の婿取り論と正頼の婿取り論が随分違っているよということについてお話しいたします。高本の婿取り論は一面では真実なのでしょうね。やっぱり、頼りがいがあって出世、していってくれるような、そういった、婿を、取りたいという人たちも、いたことでしょう。だけれどもそれが果たして一般的なものだったかというとそうではないようですね。というのも内子守の、巻では、
巻で、正頼と大宮が、もう当宮が東宮に入内してしまって、それで当宮に求婚していた他の、男性たちとか、それから当宮の下の、まだ未婚の正頼の娘たちとか、この人たちを、どんな風にしましょうかという、相談を夫婦でしている場面があります。娘たちの婿取りについて大宮と相談している正頼は次のように言っているわけですね。人の婿というものは若き人などをば本家のいたわりなどして立つるをこそは面白きことにはすれと。婿というものは若い人を妻の実家がよくお世話して、この婿の出世の力添えをして、そしてどんどん出世させていくという、それが醍醐味なのですということで、若くて官位の低い時から有望な人を婿取って、そして出世をする、お手伝いをしていく、育て上げるのが面白いんだというふうに言うわけですね。だけれどもいたわりどころもなくて本家の恥ずかしく物せられる難物式と、今前半で述べたことに反して、いたわりがいもないようにもともと位も高く家もとっても裕福で、本家の方つまり妻の実家の方が、世話をする余地もなくて、気が引けてしまうような、そのような、立派すぎる相手というのは、婿取りするのには、つまらないですと、かえって良くないですという、そんな風に述べている場面があるわけですね。ですから正頼としては、高本が言っているような、頼りがいのある、金持ちの、男というよりは、若くて有望な、婿を取りたいという、そういったことになるわけです。また正頼だけではなくて、源証書中頼を婿に迎えた有和野の忠康も、妻を求める当世の男たちについて次のようなことを言っていましたね。これは動画の第69回ですでに読んだところですけれども、忠康は非常に優れた、気立ても、要望も優れた一人娘を持っていましたけれども、でもとっても貧乏なわけですね。ですから婿の世話を十分にしてあげられない、だからなかなか婿取りがしづらい状況にいたわけです。そこに妻さえ素晴らしい女性だったら全く問題ないという優秀な仲よりという素晴らしい婿を迎えることができたわけですね。そういったことの成り行きについてこんなことを言っていたわけです。今の世の男はまず人を縁とてはともかくも父母はありや、家ところはありや、あらわいほころびはしつべしや、友の人に物はくれ、馬牛は買いてんやと問い聞くと、当世の男というものは妻を得ようとするときにまず気にするのは、親はちゃんといますかと、家は持ってますかと、洗濯とか、それから、装束の繕い物などはできますかと、私の友の者に、従者たちにちゃんと禄、などを与えてくれて、与えてくれますかと、また移動のために必要な牛や馬はちゃんと飼っていますかというようなことばっかり、そういった、自分が、優遇されるかと、婿として優遇されそうかどうかということばかりを問い聞くものですというわけですね。で、顔形清らにて、あてに労働時期人といえど、荒れたるところにかすかなる住まいなどして、創造しげなるを見ては、穴むくつけと思うというんですね。たとえ、女性の容姿が非常に美しくて、上品で、聡明であるというように、もう火の打ちどころのないような、女性であったとしても、その女性が住んでいるところが、荒れ果てた、みそばらしい屋敷で、寂しげに、さまざまな調度品なども、ないようなわび住まいを、しているのを、見たら、そしたらもう一目見てもああやだやだと言うというんですね。我が板つき煩いとやならん、
私のこんな女と一緒になったら、自分の苦労の種になってしまうというふうに、思って触れ上がってしまうと、そして一目そういった、女の状況を見て取るや否や、あたりの土を打に踏まずということで、それまで、熱心に求婚していたとしても、もう近所の土すらも踏まないで、遠ざかってフェードアウトしていってしまう、そういうのが、まあ、大体の世の中の男なのですと。でも仲よりは違う、ありがたいというようなことに続いていくわけですね。このような正頼と忠康の発言から見て、当時の人々の一般的な婿取り感というのは、やはり妻の実家の方が婿の世話をするという、そういった認識だったと考えて良いと思われます。高本が言っている言い分、娘が心配だから貢献するしっかりとした男が必要でしょうというのは、それは貢献をする親がいなかったり、あるいは親はいるけれども貧しくて十分な貢献を娘に対してもできないといった、そういった場合、親が死んでしまったらどうなるか心配だとかね、そういった場合には高本の言い分も当てはまるわけです。だけれども、アテミヤのような当代の貴族社会でも、もうトップクラスの裕福で、勢いのある権勢家の正頼の娘であるといった場合には、高本の主張というのは全く的外れというようなことになってしまうわけですね。ですから高本はケチという部分以外ではかなり、まともなんですね。それで非常に優秀でもあります。ただちょっとやっぱりその一般的な正頼たちのような上流貴族の感覚とはずれたところがある、そういった男性であるということになります。ただそういった男性の視点を使って貴族社会を外側から問題点を叙述していく、描き出していくという意味では、高本の意見というものは非常に、当時の、社会に、貴族社会に対する、この宇津穂物語の書き手の、意見や、主張、感覚というものを、考えるには参考になるわけですね。例えば先ほど三貴人について見ましたけれども、三貴人が3人とも老人ながらアテミヤの求婚者になっているというような点からも、宇津穂物語の書き手がどのような人物だったかということが少し垣間見られるだろうと思います。この老人の恋というものを、ちょっと俎上に挙げているという点では、例えば忠胡牧の一条北の方も同じですね。これは女性の場合ですけれども、年を取って、いわば一般的に見て年がいのない恋愛というものに踏み込みすぎて行ってしまった場合の、不幸というものを描き出した話だったわけなんですけれども、この三貴人の話というものもそういったテーマをやはり持っていて、そうした点から見てこの書き手というのが決して若い男性ではないだろうなというようなことがわかるということになるだろうと思われます。で、今日の動画はここまでとなります。で、今回はスライド、写真が少なかったのでちょっと付け足しておきます。これは最初の若夏実の場面のお膳の部分を拡大した部分、ところ拡大したものですね。この若夏実の宴でどのようなお膳が供されていたかというようなことが分かるかと思います。こんな風にこの辺はご飯を固めたものですね。ご飯を固めたものとか、それからこれなんかはおそらく白身のお魚のお刺身的なものですよね。でこれはなんか揚げ菓子ですね。今中国でマーファーとかって、言われるような、そういったお菓子に似ているかと思います。こんな風なお膳が、
まあ、何回も出る、そういった形で、まあ、宴が進んでいくというようなことになりますね。はい、では、次回の配信予定は、2月10日金曜日の6時ごろということになります。今回の続きの場面、三春の高本が宮内の君に当て宮への求婚について相談している場面の丸2ということで読んでまいります。それではまた。